こんにちは加納幸彦ですえ今日はインチキ戦版地上波テレビやがて日本は現代版ニュールンベルグ裁判で裁かれるクエスチョンマークと題しましてお話をいたします日本の地上波テレビに出演するコメンテーターはですね、まあ、トランプ大統領の中国に対する厳しい態度をいつもですねまあこれは大統領選挙の対策の一環ですよと まあこの一言でですね、まあ、簡単に片付けてしまいますよね、まあ、これは必ずその一言を言わないと、まあ、公正中立が保てないと、まあ、まるで決まり文句になっているようなんですよね、みんなおっしゃいますね、えー、大統領選挙対策ですよと、まあ、公正中立の観点から中国と米国の関係において、まあ、これ、何事も両論兵器をするというわけなんですね、習近平も習近平だが、トランプもトランプという、まあ、そんな感じですよね。 まあこの文脈で言いますとね、まあ、チャーチルとヒトラーを語るときも、まあ、喧嘩両成敗でですね、フィフティフィフティで語らなければなりませんね。チャーチルもチャーチルだが、ヒトラーもヒトラーだという具合なんですね具合にね。まあ、今のマスコミでは、このようにですね、公正中立という旗印のもとにですね、善悪を分かすということはまあ一種のタブーなんですよね。たとえそれがですね、明白な悪魔の所業であってもですね、 悪魔に対しては両論兵器を認めるが、こと宗教に対してはですね、両論兵器すら適用されませんね。まあ、一方的に無視か黙殺されるというわけなんですね。まあ、国民の義務をね、真面目に果たしている歴史とした日本国民、私もそうですよ。であってもですね、まあ、彼が彼女が宗教団体に属し、何がしかの活動をしますとね、存在を消されることになります。そう、公正中立の報道枠からもですね、<laughs> 漏れてしまうんですよ。 公共の福祉を大いに促進する公益活動に対してもですね、まあ、オウムの破壊活動とそう変わらないというようなこう扱いにされましてね、まあ、抹殺されるんですよね。もちろん我々はマスコミに認識されるためにね、活動しているのではありません。だからまあ、どうでもいいことなんですが、ただしですね、そのマスコミの姿勢が今後の日本の進路を誤ってですね、無国の民を不幸のどん底に陥れるようなことになるとすればですね、 私たちは徹底的にそのインチキを批判しなければなりません。まあ、かつて新聞社がね、軽減税率を適用されることを条件としてね、自分たちだけですよ。ね、消費増税を容認したマスコミ。ね、軽減税率の適用と引き換えにね、消費増税を容認したわけですよ。えー、まあ国民の犠牲と引き換えに消費税増税容認の、まあ、嘘の報道をね、繰り返したテレビですね。この罪は大きかったですよね。 もう地上波テレビはね、もうインチキ千万、嘘ばっかり、皆それに気づき始めていますよね。だからですね、最近はね、ご年配の方もね、YouTube 動画を見てるんですよね。まあもちろん YouTube 動画は、玉石梱口、全体としては言論のレベルを下げているかもしれません。しかしですね、その中に、砂金のように真実の報道もなされているんじゃないでしょうか。 最高の善がなされる自由を守るためには、最悪の悪もなされうる自由が保障されねばなりません。原則、無制約が自由の条件なんですよね。地上波テレビは、まあ、公正中立を旗印に、最高に偏った最悪の報道はなされないかもしれませんが、殺菌のような最高の報道もなされない。 ユーチューブではですね、江頭2時50分の、まあ、ケツのね、なんていうかあの動画、画像もね、垂れ流されているんですが、及川幸彦さんのような、そ砂金のような良質な報道もなされていますよね。だから、自由が規律であってですね、自由と規律ではないと思うんですよ。これはですね、えー、池田清さんの有名な著作、自由と規律という著作に対してですね、 いや自由と規律じゃないんだ。自由が、ね、自由と規律じゃなくて、自由が規律なんだって、こう、反論した学者さんがい昔いたんですけどね。まあ、若かった私、当時、その意味が分からなかったんですが、今になってみると、自由が規律ね、自由が規律なんだって、ちょっと思えるようになりましたね。シラ2時50分のとんでも動画もですね、及川幸久さ,さんの人気動画も共存しつつ、砂金を生み出せる YouTube。 まあだからね、自由が規律なんだということなんですよね。これが自由も大事だが、一定の規律も大事と考えて、公正中立を旨とするみたいなふうになってきますとね、現在の地上波テレビのごとく、つまらないおわこになってしまうんじゃないでしょうかね。まあ、つまらないのは善悪の価値判断をしないからということなんですよ。まあ、そういう YouTube もね、これからいろんな規制が増えてくる可能性もございます。まあ、今のうちで 今のうちかもしれません。まあ、ただですね、あの、もちろん残虐性、残忍性ね、あるいは性表現に対しては、これ一定の規律を設けるのは、まあ、これは当然のことだと思うんですよね。さて、ごめんなさい。ちょっとむちゃくちゃ前置きがなくなってしまいました。えー、トランプ大統領の対中国政策をどうせ大統領選挙の対策だと、このようにですね、一周する日本のマスコミの報道しか接していない私たち日本人。 対してですね、日本のオワコンですね、日本のマスコミ報道からは、ほとんど情報を取っておられない、及川幸久さんの人気動画でですね、えニューヨークタイムズの第一面に、10万人のコロナ感染によってお亡くなりになった犠牲者リスト、これがね、掲載されたことを紹介しておられます。え及川幸久さんの、クワイトフランクリ k ののリンク先は下に示しておきますのでぜひこの記事を見てみてみくださいこのニューヨークタイムズの新聞記事に対するゴードンチャンというですね、アメリカの保守系言論人のツイートも及川さんが紹介しておられました10万人の犠牲者リストを見てゴードンチャン氏のツイート内容がね非常に深いものがございました以下の通りですねももしも中国の指導者たちが 意図的にこのようなウイルスをまくことをしていなかったら今でも多分生きていたであろうアメリカ人のリストなんですとこれらの人々はただ単純に亡くなったんじゃないんだ殺されたんだとそしてアメリカこれらのアメリカ人は中国の人道に対する罪人類に対する罪の犠牲者であるこの方々の冥福を祈るその上で彼らを殺した者たちに 正義の裁きを。これがですね、ツイートの内容なんですね。彼らを殺した者たちに正義の裁きを。人道に対する罪人道。人類に対する罪。このゴードン・チャン氏のですね、ツイートは、トランプ大統領の中国に対する怒りをね、代弁するものでありましょう。この普遍性を持った怒りをですね、単なる 大統領選対策。ね。そのように一周する日本の地上波テレビは、そしてその、そういった報道に引きずられた我々日本はですね、日本人はですね、えー、美中派、親中派国会議員により国賓来日が引き続き画策されている習近平氏とともにですね、やがて現代版ニューロンベルグ裁判で人道に対する罪、人類に対する罪で、 裁かれることになるんじゃないでしょうか。今日は以上です。ありがとうございました。